皆さんこんにちは。今日はスダジイの剪定をご覧いただきたいと思います。今年の5月にも剪定したのですが、今年は予想以上に枝葉の伸びが強く、樹勢をうまく調整できませんでした。来年もう一度検証したいと思いますので、今回は解説なしでご覧いただきます。基本的には強い枝を弱い枝に切り戻し、残った枝先を切り詰めるという内容です。
うん。
ご視聴ありがとうございました。